じゃあ私から読ませていただこうと思います。はい、ます小座書店の陸広さんからいただいた大人のポエムです、はい、大人になるということ、コーヒーをブラックで飲めるということ、コーヒーの自分の好みを知るということ、大人になるということ、人の意見を聞けるようになること、苦境にあっても自分の意見を貫くということ、大人になるということ、正しいことをするということ、ごめんなさいを言えるということ、大人になるって難しい。はい、ありがとうございます。大人になるということ、小座書店の陸広さんはですね、はい、すっごいたくさん送ってくれたんですって。ありがとうございます、はい、いっぱい考えてくれたんだね、きっとね。まあ、いつもねたくさん送ってくれる方なんですけど、うんうん、あの特にザ・ポエムらしいポエムの書き方というか、うんうんうん、なんかこのコーナーの冒頭一発目に置きたいなと思ったので選ばせていただきました、うん、おー、うん、じゃあ頑張って考えた甲斐が、そうですね、いろんなパターンをしかも書いてくれたので、うんうん、なんか選びやすかったです。そのパターンごとにいろいろ分かれてたっていうのもあって、あとやっぱ大人ってね、うん、考えるじゃん、みんな大人って何なんだろうな、うん、みたいな、うん、大人になるって難しいって最後にあるけど、うん、いつからは大人になったんだろうって自分で思う。わかるわかるわかる。私は、あの、都内で、現場移動の時とかに、うん、あ、やばい、時間ない、やばいやばいってなりながら、うん、タクシーをこう、道でふって東京で止めてる自分をふとか、うんうんうん、なんか帰り見た時に、から見た、あ、大人になってんだなって思ったりした。タクシー止めれるって大人みたいな、ね。そうそう。昔学生の時なんて乗らないからさ、乗らないタクシー。私東京でタクシー乗ってんのかってなんかちょっと寂しくもあるので、確かにタクシーの乗り方知らなかったもんね。私ビクビクしてたんだけど、マジで乗るとき東京のそれは確かに大人になった証拠だわ。慣れてなくてね、うん、タクシーに乗るということです、私の。そうですね、慣れていることじゃあ続きまして、はい、